萩原健一。僕は50歳になるのが怖かったんだ。実際になった時には僕もいよいよかと焦った。一度僕が稼いだお金で母にお年玉をあげようとしたことがあったんだ。でも母は絶対に受け取ろうとしなかったね。難しかった問題というのが僕の頭の中でね、難しくしていただけであって行動に移すと意外に簡単だったよ。人気というのは当てにしちゃいけないということだな。人間は努力したことしか戻ってこない。何かいいとこ見せようなんて言うさ、安っぽい気持ちがなくなっただけいいね。俺はフリー、自由でありたいんです。